御殿場市の時の住処で先ほど県内最大級となるイルミネーションの点灯式が行われ、幻想的な光の光景に訪れた人は目を輝かせています。御殿場市の時の住処では午後5時に園内にある550万球の電灯が一斉に点灯されました。今年のイルミネーションのテーマは希望、光の彼方へ。令和の時代に思いを込めた光の演出で、宇宙や銀河をイメージしたイルミネーションとなっています。いや、毎年この日を楽しみにして、はい、点灯式を来てます、はい、綺麗ですよね。綺麗でした。あの色の違いがね、明るいところから急に青くなったりって、すごいあのグラデーションが良かったです。また今年新たに作られたのはランタンのオブジェです。台湾のランタン製作で有名なランヨンチーさんの作品で、十二星座をモチーフに作られました。時の住処のイルミネーションは来年3月15日まで行われます。